こんにちは。今浜名湖ですごい綺麗だなと思って、桜の時期で、それで急遽動画を撮ってます。今ね、渚園って言って、この近くに、野球場があるんですよ。公式で野球ができる球場があって、まあ、昔ね、芸能人のライブなんかも来てましたね。広場があって、サザンなんかも、私が大学生ぐらいの時だからもう25年ぐらい前になるんだけど、渚園ライブっていうのをやりましたけどね。その渚園のあたりなんです。ガブシーガブシー向こう届くように。ガブシチャンネル、今日はね、ちょっと動かしながら楽しんでいただきたいんですけど、潮干狩りなんかやってる親子もこれいますね。おはようございます。今日は渚園の野球場に来てます。ボーイズリーグの大会です。浜松北ボーイズに、野球塾の、教え子さんがいるもんですから、でちょっと見に行ってきたんです。まあ半年に1回っていうか1シーズンに1回ぐらいは見るようにしてて、今、1番センターの子と5番キャッチャーの子と2人掛川浜北の、子が、それぞれ活躍してて、で今の1年生中1も、浜松掛川からそれぞれ、私が教えてた子が行ってるチームですけど、非常に強くなりました。まあ、初代の、ね、監督さん、まあ、私と一緒に立ち上げた内山先生も昨日野球、高校野球のスタンドで会いまして、明日渚園で近くだから一緒に見ないかと言われて、行きましょうということで今日行ってきました。御殿場ボーイズさんに、まあ、5回コールド10対0で、あ、5回じゃないか、高校野球じゃないですね、4回コールド10対0で勝ってました。感想としてはね、今ストレートのやっぱりスピード、打った打球のスピード、そういうものが非常にこう、中学野球の世界でもそこがものすごい大事っていうか差になってきてますね。だから配球的なものってものすごい手が込んだことしてるわけじゃないんですね。非常にある意味では分かりやすい、配球っていうか、そんなコンビネーションピッチャーが抑えてるわけじゃなくて、単純にもうストレートと分かっててもストレートが打てないっていうようなストレートを投げる子がやっぱり、いいピッチャーって感じです。バッターもそうですね、うまくミートするっていうよりかは振る中でいかに捉えていくか、精度を上げていくか、で当たった時には飛んでいきますという体作り、そういうものが大事じゃないかと、こういう気がします。やっぱり北ボーイズというのは見るたんびに成長しています。私秋に、島田ボーイズとの決勝で、まあ、北が負けたんですよね。あの試合は負けた試合見たけど、こんな選手いたっけとかね、この選手もっと弱じゃなかったっけとか、そういうふうに、一冬越えて成長が見える選手が多かったです。なので自分が携わった子じゃなくても見てて楽しい、力があるチームっていうのはやっぱり野球に春夏秋冬があるっていうか、成長をやっぱり、季節ごとに感じることができる、またそういう野球をやらなきゃいかんなと、そういうことを感じながら帰ってきました。あと2試合目の岩田ボーイズ対浜松ボーイズフレームスですね、見ましたけど、本当に同じ傾向ですね。体つきがいい選手、そしてピッチャーも、ストレートに力があるピッチャーがいて、まあ、すぐ序盤で変えてきましたけど、岩田なんかなかなかね、野球塾から行ってる子もそれこそ岩田もいるんです。今年力強い野球で今後は楽しみだなと思いました、はい。今日は内野と外野を、おい外野来たぞ、ヒット、内野と外野を覚えています。守っててください、いけ、おー、ホームラン、ホームランです。ということで短いですけど、今日はちょっと浜名湖から綺麗な景色を見ながら、お話しさせていただきました。本日は以上です。